ということでですね、今日の参加者を、紹介させていただきたいと思います。まずはですね、うちでやってます新ファンキーアワードをですね、いつももう準レギュラーという形でお願いしているありがとうのアミさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。こういう形でお話しさせていただくのが楽しみですね。僕の知らない間に準レギュラーに昇格しました。そうですね、ファンキーアワードになさって、ありがとうございます。いつの間に、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、やはり同じくですね、私がネット等でその会談を聞かせていただいて、ものすごく、この人の話は面白いな、また、特定の業界のお話なんて珍しいお話が聞けるなということで、いつか仕事させてほしいと思ってました。理事長の響さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。いつもは、おとなしい感じなんですけど、今日はメインでそろえていただきますので、よろしくお願いします。楽しみにしてお願いします、はい、そしてですね、私がもう一つ電車でやっています怪談姫というコンテンツのメンバーをですね、この間ちょっとズームインサタデーの方で取材していただきました渡辺小由美です。よろしくお願いします。渡辺小由美です。皆さん本日よろしくお願いします。ガチガチに緊張してるんで拍手です。よろしくお願いします。はい、で同じくですね、怪談姫のメンバーということでやっています相方の、関田真由子さんです。始まったね。失礼しました。失礼しました。関谷真由子です。よろしくお願いします。そこだけ前から。今なんか見つけてなんかあったとかですか？多分ね。ついてます。ついてるよね。謎です。はい。というわけで参りますので、そのご注意ください。はい。というこのメンバーでお送りしますので、よろしくお願いいたします。ですね、まずはですね、まず会談の会なんで、会談以外のことをうだうだ喋ってもしょうがないので、アミさんから何か一つ会談をお願いできればと思います。はい、なるほど、はい、はい、よろしくお願いいたします。サクッとじゃあ一番手でちょっとライトの話をさせてもらおうと思うんですけども、はい、たまたま先月、お知り合いの方からお話を伺った話になるんですけども、はい、まあ、普段例えば会談なんかでいろいろ物件の話だとか、はい、ホテルの話とか、ね、はい、出てくると思う。じゃあ何か起きたらそこを出ちゃえばいいとか、うん、ホテルだったらじゃあもうキャンセルしちゃえばいいとかってなると思うんですけども、うん、それがちょっとできなかったというという時の話なんですけども、その、まあ、彼女は看護師さんをなさってる子なんですけども、はい、その会社というか企業の検診っていうのがあるじゃないですか、うん、っていうので、その看護師さんが何人かでその救急車に乗ってそこの企業まで行って、で、その一日中お医者さんと一緒に検診、はいはい、医療の方々の一日中見るっていうのがあるんですけども、はい、それを年に何回か工業地帯あるじゃないですか、うん、工場がたくさんあるところってなると、はい、まあその関東の某工場地帯なんですけども、うん、もう本当に東京から行って帰って行って帰って毎日してたら大変なんで、うん、もう泊まり込みで1ヶ月とかでもう回っちゃうんです。地帯なんでまとめていろんな企業をやるらしいです、うん、そうなってくると大体まあ安さとか立地とかの関係で決まったホテルになっちゃうんですよね、うん、でももちろんそのホテル1個にしといた方が荷物も置きっぱなしができるしっていうことになって、で同僚のまあ何人かと泊まりまして、うん、はい、で、まあ、5階建てのホテルの5階の部屋だったんですよ、はい、でその部屋に泊まって初日からもういきなりちょっとおかしいことがあったらしいんですね、うん、だからその普通に、まあ、ホテル仕事があって戻って部屋で普通にのんびりしてたらテレビが切れるとか、つけたはずの電気が消える、うん、逆に夜中消えてるはずの電気がつく、うん、最初はもうこれどうなってんのと思って、うん、フロントに電話してみたりとかしたんですけども、なんか特に不備がある感じではないなったんですね、うん、でなった時にその子は別に霊感のある子とかそういうことではないんですけども、はい、もうどう考えても確かにちょっと気持ち悪い気もしてきた。まあ、確かにそんな現象が起きたら、例えばその霊感がどうとかじゃなくて単純に気持ち悪く感じるのは当たり前だと思うんですけども、まあ、なんかその居心地が悪いといいますか、その部屋嫌だなと思ってたらしいです。ただまあその1ヶ月いるっても決まってるんでここのホテルやめますって言うけど行かずその部屋に泊まってたらしいんですね。そうなってくると、まあ、夜中にまあ電気がつくとか消えるがしょっちゅう起こるから、一緒に行ってる同僚の子とかにその話をするんです。そしたら、いやそんなこと全然起きてないよって話になって、このホテルが別に悪いってわけじゃないんじゃないかな、うん、
って言われたところからちょっと、まあ、心霊的なニュアンスを意識はしてたらしいんです、うんうん、そうなった時にある時夜中店長バタ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 って走る音がする、うん、うわっもうこんな時間になんでよと、うんまあ、5階建ての5階なんで、うんまあ、屋上誰か走り回ってるんだろうなと思ったんですけど夜中の話なので、うん、もう勘弁してほしいなと思いましてただ次の日ちょっとそれにびっくりしたのが、うん、そこの建物って屋根が屋上があるタイプじゃなかったんですよねあその人が出るスペースがないタイプの、はいはい、屋根だったんででもどう考えても足音を聞いたなと思いましてその話を同僚にしようと思ったんですよ、はい、っていうのもその足音が何日も続いたんですけども足音っていうのは走り回ってる自分の上を走り回ってるというよりはもう部屋の端から端をバタ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 って走っていく感じなんできっと両隣に寝てる同僚たちもその音聞いてるだろうと、はい、いう話になってでも結局両隣の同僚はもう一回もその音聞いたことないあ、ちょっと言うんです、はい、で部屋でも変なことも起きてないしそんな音も聞いてないって話になってでなんで私の部屋だけこんなことなの最悪だなっていう話になってたんですけど、うん、でもなんだかんだで頑張って、まあ、1ヶ月終わりまして最終日に帰りの救急車の中で、うん、もうあのホテルやだわみたいな話になってもうなんかいろんなことが起こりすぎてたからもう気持ち悪いしもう今考えたらもう内装とかも全部なんか嫌だった気がするなんで、うん、もうだってすごい殺風景なのにあの絵画が1枚飾ってある感じもあれも嫌だよね、うん、話したら、うん、え同僚がみんな私の部屋はそんな階がなかったよ私の部屋もなかったよこれ嫌な部屋しかしないですね僕の推測によるとつまり多分まあ残念の方は多いと思うんですけども多分絵画をかけるなりの理由があったといいますかもしかしたら絵画の裏に何かしらが貼ってあったりしてたんじゃないですか、はいはいはい、そんなところにね泊まってしまうんですけどもそこの工業地帯っていうのが実はホテルがそこしかないらしくて毎年誰かがその部屋を当てなきゃいけないというちょっとロシアンルーレット的な日を過ごしている看護師さんのお話でしたありがとうございましたありがとうございましたホテルですねそうですね、どうしてもこういう変な部屋に入るとそうなんです僕もその同期の芸人とかが、はいまあ、そのホテルじゃないですけど、ね、その賃貸物件のハウスクリーニングのバイトしてるんですよ、はい、だからその例えば賃貸借りてた人が出てって、はい、次の人が出る前に部屋を掃除するっていうバイトなんですけども、うん、壁紙がちょっとペラッとめくれてたりとか、はい、ちょっとちぎれたりそこ張り替えたりとかするんですよ、うん、でなんか上の方ペラッとめくれてるとこあってすぐ上司の命令で行って部屋掃除してたんですけどそれを見つけたからああこれ上司に報告しなきゃなと思ってちょっとそのめくれてるところを触ったらピリピリピリって剥がれて、はい、あ剥がれたと思ったら何か紙切れが自分の手の上にひらひらひらってきて腕にピタッと乗ったらしいんです、はい、その紙切れパッと見たら漢字といいますか何といいますかすっごいズルバーッと書いてるものが手の上に乗ってるあこれまずいと思ったんですでパッと見たらその壁紙の裏に何枚か同じようなものが貼ってあるのが分かるんですあどうしようと思ってでこのこととりあえず上司に報告しようって言ったら、はい電話したら、それめんどくさいからそれほっとけそのまま壁掛け借り直すって言われて知らなかったことですだからもう自分の腕に乗ったものは捨てて、ええ、そのままあの剥がれたものをピッと止めてだから今、もしかしたらその貼ってなきゃいけないものが剥がされた状態で、はい、今も都内でその物件貸し出されてると思います封印が解けた状態で貸し出されてる話なんですそんなことも全然あるんだいろいろなんかね建物に持たれます。多いですよね。そうですね。なるほどありがとうございました。じゃあですねちょっと続いて、経路の違う階段でいつも僕が上がった響さんに一応お願いできます。ハードルを上げまくってから渡しますのでよろしくお願いします。お願いします。はいありがとうございます。響と申します。鳥肌が1センチくらい立つやつ。上げないです。ちょっと何喋ろうか迷ってたんですがこれちょっとマイクあれですね大丈夫ですか。今ちょうどアミさんの話聞いて僕も聞き立ての話が一つありましてですね、はいまあ、それもちょっとホテルにまつわる話なんですよ別にあえてかぶせてるわけじゃないんですけど、はい、でこの話がですね、僕の地元の仲のいい同級生が一人いるんですよ真田昭弘っていう名前なんですけど、はい、これ全部本名です名前大丈夫ですか本人がもう本名出していいって言われて本名 OK までもらってますんで何も言われないと本当に動画でそのまま使うんでなるほどいいかもしれないいいよ大変なんです
いいですか。家はどの辺なんですか。その彼ですか、はい、彼は岐阜に住んでます、ね、そこまで岐阜のあそこまではバンジーはそこまで動画で使うって話がねまあ、その秋広というやつがいるんですけど、はい、彼今岐阜で鍼灸師ですか、針灸師をしてるんですよ、はい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 、で夏の8月の頭ぐらいですね、今月の頭ぐらいに彼がですね鍼灸師の会社の研修を受けにっていうので、はい、ちょっと場所はあんまり言えないんですけど、福島県ですか、福島県某所のなんかそういう鍼灸師の研修センターみたいなで、はい、研修を1日受けるということで行ったらしいんですよ、でそこで彼が、会社から極力、宿泊費を抑えてくれと言われたんで、ビジネスホテルを、1軒予約して行ったんですが、そこがですね、3500円1泊安すぎないですかビジネスホテルですよね、でもうここ一番安いですと言って、そこを会社から出してもらって行ったんですよ、で行ってそのホテル、さすが3500円だけあって、外観からしてかなり味のある感じですよ、香ばしい、そうなんですよ、香ばしいよく言えばよく言えばですね、はいはい、でフロントそのまま入ってですね、で受付で予約してた、真田ですと、言ってこう、予約するじゃないですか、で予約してで303号室の鍵をもらったんですよね、で部屋にそのまま行ったんですけど、これ不思議なんですけど、彼303号室の鍵をもらったんですが、なぜか自分の頭の中で306だと思い込んだらしいんですよ、間違えて、で彼はもう完全に306と思い込んだ状態でそのままエレベーターで3階まで行って、で306号室ですよね、本当は303ですよ、ただ306号室に行って鍵を挿したんですよ、でガチャッつって開けて中に入ったらしいんですよ、開いたらしいんですよ、それは。で部屋入って荷物ポーンと置いて、で飲み物を買いに行こうと思って、でまた廊下に出て自販機で飲むの買って、また部屋に戻って、その306に戻ってきたら鍵が入らないんですよね、でおかしいと思って鍵パッと見たら303、はいはい、間違えた、そうですね、でも間違いなく自分は306に入ってるんで、とりあえずフロントに行ってフロントの人に鍵を渡して、すいませんちょっと間違えて306に入っちゃったんですよ、って言ったらフロントの人が みたいな、なんとも言えない顔をして、そのまんま真っ青な顔して、もう客ほったらかしねえにして、ダーッと走って3号まで行っちゃったらしいんですって。で彼、おおちょっと待てよみたいな感じで急いで追かけて行ったら、その人が合鍵で306を開けてるんですよね、で部屋の中には間違いなく彼の荷物が置いてあるんですよ。ただフロントの人が、ちょっと鍵がちょっとロックが甘かったのかなとか、なんか汗びっしょりかいて言い訳してるんですね、でその時点で彼おかしいなとは思ったんですが、とりあえず自分の荷物持って自分の部屋に入って、その日泊まったらしいんですよ、でも部屋に入った途端にもうすごいカビ臭いんですって。でも湿気もすごいし、もう壁紙も何でしょう、掃除はしてあるんですけど、もうシミだらけで、でうわ気持ち悪いなと思ったんですが、3500円なんで、しょうがないかと思って、コンビニでお弁当買って、ご飯も出ないですかね、お弁当買って食べて、で夜寝たんですよ、で寝て夜中、多分1時か2時ぐらいしてましたかね、暑くて寝苦しくなって目が覚めちゃったらしいんですよね、で横向きで寝たみたいなんですけど、そのまま目覚めて部屋真っ暗な状態なんですよ、でああちょっと起きちゃった、明日研修なのにまた寝ないかんなと思って、ふーっと前をゆっくり見たら、ベッドの前に真っ黒い人影が立ってこっちを見てるんですって。でそれがずっと見て、その息遣いも分かるんですよ。でその話を彼に聞いて、お前どうしたのって、それ叫んだの、寝たの、寝ることはないから、その、どうしたのと聞いたら、彼はじ、たまにそういうの見るらしいんですけど、もう叫ぶとかじゃないんですね、本当に気が失うような感じでスーって意識が遠のいていって、次にふっと気がついたら消えてたんですよね、で、ああ俺見ちゃったのかなと思って、ただそこでも消えてたんで、半分夢みたいな、夢を見てたような感覚だったんで、そのまま彼寝ちゃったらしいんですよ。それ
で次の日、まあ、研修に行って普通にですね、うん、で帰ってきてそのままその日は泊まらずに、まあ、新幹線乗って帰る予定だったんですけど、ホテルに帰ってきてで、まあ、夕方3時ぐらい着きましたね。でその303号室自分の部屋に行って荷物片付けて帰ろうとしたんですよ、うん、たらその部屋テレビが置いてあるんですけど、テレビの下に一つ、まあ、引き出しがあったらしいんですよ、はい、でなんとなくそれ気になって彼が、うんうん、その引き出しを開けたらしいんですよ、うん、開けたらそこに白い紙が1枚だけ入ってたんですよ。で何だろうと思ってパッてひっくり返したら、はい、テレビの上とだけ書いてあったらしいんですよ。よく来ました、ね、自分が感じてた違和感ってテレビの上だったんだと思って、はい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 、もう逃げるように書いたんですよ、はいはいはい、だから確かにこの話は別に解決するわけでもなく、何があったということもわからないんですけど、うん、結構大きい話聞いてすごい興味深くてですね、で僕その話聞いて彼にちょっと俺そのホテルどこって聞いたんですよ。そしたらもう彼全部名前言ってくれました。どこどこホテルと。出た響き虫。響き虫。で、俺ちょっと今からそこ電話するわ。って言ったら彼がやめてくれって。俺住所も名前も書いてるし。そうです。それはお前マナー違反やぞ。マナー違反。階段マナー違反だって。なるほど、新しいこと。階段マナー違反。マナー違反だ。なるほど。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。すみません。なんかちょっとね、さっきからマイクがビリ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 、アンバッティ志村おかしいですね、うん、すいません。じゃあですね、続いてなんですけれども、海外姫の、渡辺くるみの方からですね、一つお願いできればと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺小読みです。はい、テレビでお話しした。はい、はい、何ですかそのテレビでですね、ちょっと今年の夏に決まるでしょうか。日テレさんですね、はい、ズームインサタデーさんの方から、はい、女流仮面師の特集がありまして、でその中でちょっと3人ですね紹介されてですね、1人は、うちのコンテンツでもおなじみシシドレイさん、はい、紹介されました。でもう一人は石滝千佳さんですね、はいはい、本当に本格的に階段を語ってらっしゃる方が紹介されて、でもう一人今若手のホープという形で、はいはいはい、今回階段姫からですね、なんだって3人しか選ばれていないなんで、なんで棒呼びになるんですか。僕、間違えましたからねこいつは楽しみだということでですね、ちょっとプレッシャー与えないでください。初対面ですか、あまりいじめない方がいいと思います。まあ、ということでですね、ちょっと某所のロケで VTR 撮影に行ってきたんですけれども、ちょっとその時にですね話した話というのをちょっと、テレビを、見れなかったということでメールも何つかいただきましたので、ちょっと今日、はいはい、披露していただこうと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではこれは私の友人から聞いた話なんですけれど、はい、はい、その友人は地元が田舎なんですね。うん、地元が田舎で彼氏が当時いたらしいんですけど、まあ、田舎なんでデートする場所なかったんですよ。それで、まあ、彼氏のいる先輩に何かいいデートスポットありませんかって言ったんですね。うん、そしたらその先輩が、ああ、だったら町外れにある無人駅がいいよ、うん、そこは自動販売機もあるし、うん、ベンチもあるしね、うん、って言ってくれたんですね。そしたら私の友人が、うん、へえ、それいいとこですね、うん、って答えたんです、うん、でもその先輩、ああ、でも最終電車が行った後に行きなね、うん、言ったんですね。ちょっと言いづらそうに、最終は、うん、最終でちょっとなんか言いづらそうに言ったんですけど、うん、でそれを聞いた友人は、ああ人目があるからその時はイチャイチャしない方がいいっていう意味で、あ、はい、まあ行かない方がいいのかなって思ったらしくて、うん、その時は、あ、はい、
分かりました、うん、って答えたんですね、うん、でそのことを彼氏に話したら、うん、へー面白そうじゃん、だったら次の日の夜行ってみようぜってなって、うんうん、次の日行くことになったんです、うん、で、駅に到着して、うん、でふっと向こうの方のを見ると、うんうん、線路の方向が見ると、うん、あの電車の光と音が聞こえてきたんですね、うん、はい、まあ最終電車遅れてたんですよ。ああ、はい、そういうこと、はい、で、あの2人は最終電車が来る前に着いてしまって、うんうんうん、でふっと友人が線路のをずっと見てるんですよ、うん、で何か電車の先頭車両に、うん、変なものがついてるって思ったんですね、うん、その時、うん、なんだろう、うん、でその電車の音に混じって、うん、奇妙な音が聞こえてきたんです、うん、で電車はどん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 彼女に近づいてきます、うん、で彼女は気づいてしまったんですね、うん、その時電車の先頭車両の下の角に、うん、上半身だけのちぎれた体の男性が張り付いていること、はい、でその男性うわーって叫んでるんです。あでも、はいはいはい、友達とんとびっくりして、うん、あ、何って叫んだんですね、うん、そしたらあの近くにいた彼氏が、うん、おいどうしたんだよって駆け寄ります、うん、でその彼氏もその光景を見てうわーっ2人して2人して、まあ、見てしまったんですね。で急いで彼氏はその友人の手を引っ張って、うん、自動販売機の周囲に近くに自動販売機があるんです。隠れたんです、うん、一旦とりあえず、はい、でしばらくすると、うん、無人機に電車到着しますよね、うん、で何人か乗客の方が降りてきます、うん、でその時は男性の姿も声もなくなってたんですね、うん、あじゃあもうこの世のもんじゃないそうですね事故ではなかった、ね、そうですなんかその時は見えてて、うん、でも着いた時は特に、うん、で普通に乗客の方も降りてくるし、うんうんうんまあ、そうだよ乗客さん見てるそう見てるん で気づいてないのかなぐらいな感じ、うん、でもやっぱ怖いので、うん、2人はその自動販売機の後ろに隠れてて、うん、でまあしばらくして電車は発車して、うんうんでその光景を本当にそーっとこうやって見ててで徐々にこう電車が駅から離れてきますね、うん、で真っ暗な線路の状態になった時にずっとそこを見てたんですよ、うん、そしたらうわーって男性の声が戻ってきたんです、うん、戻ってきちゃったんです、はい、戻ってきてズルズルズルって地面を張ってその上半身だけのちぎれた体の男性が2人の方に近づいてきた。もう悲鳴どころじゃない、もうこのままさらわなきゃやばいってなって、2人は急いでその駅から離れたんですね、うん、でその無人駅あの取り壊されることになって、もう今ないんですよ、はい、なんですけど、うん、まああの先輩が言っていたことは、うん、最終電車が行った後に行きたね、うん、それは、うん、人目があるからじゃなかったんですね、うん、お化けを見るから、うん、最終電車が行った後に行きたね、うん、ってことだったみたいですね、はい、っていう話をちょっと友人から聞いて寒気がしました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。金さん、金子さん、いかがでしょう。怖え。いつもの参加と同じだよ。頭の中でみんな想像してたと思いますけど、絵で考えたら超怖いです、はい、めちゃくちゃ怖いです、ね、怖いですね、はい、ちぎれてますからね、体。先輩不審者ですよね。あの多分だから見てるんでしょうね。だから皆まで言えよ今って言ってますよ。まあ一応忠告はしてくれたんで。
質問しとかなくていいですか。例の質問しとかなくていいですか。お決まりの。ちょっとこの駅ですか。2回目ですか。無人駅ですね。無人駅。実はですね、この話を、はい、去年彼女とちょっとお仕事の付き合いがあって、はい、メールでちょっと教えていただいてたんですよ。はい、うん、で私の方が新版キーワードの怪怪姫の本のコンテンツでちょっと人から聞いた話ということで紹介をさせていただいたんですけど、はい、オリジナルは彼女が友人の友達から聞いた話ですね。はい、はい、ということでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、やだやだおばあちゃんに死にきれてるんですよ。だってまあ死んだのを繰り返すっていうね話って。いやでも電車の整備はっていうのうちらがいるんですけど、はい、そんな大した話じゃないですか。はい、電源ゲームファンじゃないですか。はい、よく人身事故ってあるじゃないですか。はい、はいはい、あれ、うん、どこ電波かもしれない、うん、人身事故とかあるんですか。はい、でもちろん片付けをするんですけど、うん、やっぱり部位が全部見つからないみたいです。うん、だ結構ジージー言って何言ってるか分かんない。あ、すいません。そうですね、車輪の間とかに体の一部が残ってたりとか、うん、挟まってたり、で結構後々になって見つかるとかっていうこともある。うん、で今話聞いててちょっとそれを思って。そうですね。やっぱり電車とかも多いですよね。うん、なるほどなるほど。ありがとうございました。はい、じゃあですね、続いて同じく怪談姫の関谷真由子さんに一つですね、怪談をお願いできれば。はい、どうかな。はい、はい、大丈夫です。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、いや私も自分で知人から聞いた話なんですが、うん、知人って言ってると分かりにくいので、うん、単純に A さんをさせていただきます。はい、A さんから聞いた話です。で A さんはデスクトップミュージック DTM を仕事にして、うん、パソコンで作曲をしている方なんですが、うん、英語がすごく得意な人で、はい、海外からの依頼もたくさん受けてらっしゃるんです。その中に、うん、まあ、A さんの次なので B さんとしますが、うん、B さんという海外の男性からある依頼を受けました。うん、で B さんはすごく A さんにとっては仕事がしやすい相手だったんだそうです。うん、なぜかっていうと扱ってるものが音楽なので、うん、言葉だけメールだけのニュアンスだと印象とかこうしてほしいっていうのが伝わりにくいと思うんです。それも B さんはビデオメール、自分でちょっとギターを弾いてこんな感じだよって言ってくれたり、ちょっと直すところがあってもこういうところをこう直してほしいみたいな、本当に音源で渡してくれる人だったんだそうです。なのですごく仕事はしやすかったし、で B さんはなんかもう A さんと B さん仲良くなったというか、もう仕事だけというより結構仲のいい関係になってきていて、まとまって何曲かを作ってほしいという依頼だったんですが、あと少しで完成するっていう時になって突然メールが途切れてしまったんだそうです。あ、 B さんから。はい、で、連絡が全然ないし返事も来ない、どうしたんだろうって心配していたら、ある時 B さんから突然またメールが来たんだそうです。でいつも通りにビデオメールが添付されていて、もちろん A さんは開きますよね。メールを開いたらやっぱり動画でなんですが、いつもだとその B さんが音楽をやってたり音が入ってたりっていうメールがもちろん届くんですが、その時は本当にこれは何だろうって思って、画面がメールの画面が黒い縞がペタッて画面が半分ぐらいのしましま黒くなってしまっていて、
黒い部分は何にも映ってない、うん、音もほとんど入っていなくて、うん、ただ気配みたいなものと、うん、ここ水槽のエアポンプを想像してもらえばいいかなと思うんですが、うん、そういうっていう不思議な音がただ入っていた、うん、でその画面の黒くなってない部分をすごくよく見てると、うん、なんとなく人影が見えた、うん、でも表情までは分かるような分からないような、うん、ただ女の人が動いてるなっていう、でそれしか分からない、うん、本当にあの40秒くらいしかない短い短くて、ただ短い中に本当にそれしか映っていない、うん、A さんも訳が分からなくて、うん、しかも久しぶりに来たメールがそれだったので、うん、本当に何なんだろうって思って、すぐにこれはどういうことなんだって返信を尋ねるメールをしていたそうです、はい、うん、でもそれには全然反応がないままで、もう A さんはそのまま困ってしまって、うん、とにかく待ってるしかないから連絡を待ってた、うん、たらある日 B さんのお姉さんだっていう方から連絡が入ったんだそうです、うんうん、お姉さんが話してくれたのが、うん、B さんはその時に亡くなっていた、うん、もう亡くなったっていうのが B さん殺されたんだそうです。うん、犯人はその時 B さんが交際していた女の人で、うん、貯金を使い込んだとかなんかで、それが B さんにバレて口論になって殺してしまったっていう事情だったらしいんですが、 B さんは A さんにメールを送ろうとして、うん、動画を撮影していた途中で殺されたんだそうです。そういうことなの、はあ、そのお姉さん役、うん、その A さんに送った撮っていた動画がきっかけになって、その人は逮捕された、うん、ああ、犯人が映ってたってことなの、だからそのチラチラ映っていた人影はその犯人、うん、A さんの抑え相手だったっていうことらしいんですが、不思議なのは、うん、メールが届いた時間は、うん、A さんのもとにそのメールが届いた時間は B さんの死亡時刻より後だった、うん、来ました来ましたって言われました、はい、そうなんです、うん、そのもう数分の誤差じゃなくて、うんうんうん、何時間か死亡時間ずれていた、メールなので、うん、そういうこともあるんじゃないか、うん、まあね、回線とかで送れることあるからね、送れることはあるんじゃないかなって言っていたんですが、でも、うん、A さんはやっぱり B さんは無念だったから、うん、そういうメールを送ってきたんじゃないかなって、その誰かに映ってるものを見てほしかったんじゃないかなって言ってました。一つ謎だったのが、その黒い画面っていうのは何も映ってなかったものっていうのは何だったんですか。それが、うん、その B さんの殺され方が、うん、ぐさっ、うんうん、刺殺なので、うんうん、その時に飛び散った血が画面にいた、はカメラに血がついてたってこと、カメラについた血の跡がそのまま映っていて、うん、きっとそのポンプみたいな音は血の泡が吹き出してる音だったんだろうということでした、うん、なるほどね、殺人事件の証拠ビデオになっちゃったとかね、あ、怖い話って言っていいのかもよくわからないけど、怖い怖いずっと怖いんだよ、ずっと連呼してる怖いと思う、うん、なるほどね、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか、うちの妹たちの話は。怖いもうマイクも使わずに怖いです。最初怖
声聞いてなんて可愛い声だと思ったんですけど、それで採用しました。内容が怖い。彼女はですね、ニコ生とかで朗読の番組とかやっててですね、でそういうから声が特徴的なんで、ちょっとこういうのを読んでもらったら色が出るかなと思って、やってもらったんですけど、結構ですね、本人というよりはお友達に集めてもらった話が、今見たらデジタル絡みのちょっと怖い話が多くてですね、そういうことがちょっと特徴の子ですので、覚えていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました、ということでですね、時間が微妙に余っておりますね。あと15分も誰か埋めてくれる勇者がいると、桜井さん、私が。はい、はい、じゃあ、ですね、一つお話をさせていただいて、最初にちょっと笑いが入った話をしましたので、ちょっと次は、とびつい話をさせていただきますね。私が今から20年前にまず漫画家でですね、デビューしまして、その時デビューした雑誌の編集部が恐怖漫画だったんですね。で、編集長が、新人にいきなり連載もらえないですから、いきなり食えないんで、変な他のところでバイトするんだったらうちの編集部でバイトしろと。そしたら雑誌の作り方も覚えられながら現場に近いところでお金も稼げるだろうということで、面倒見てやるからということでアルバイトで雇ってもらったんですよ。で、当然恐怖雑誌なんで何やるかっていう、記事とかやっぱライターさんが正式に書きますから、僕らは取材に行ってくるんですね。といっても雑誌の取材なんでそこまで厳密ではないんですよ。現地に読者から来たハガキとか有名な心霊スポットに行って写真を撮ったり、ちょっと何時間か夜遅くまで行ってその体験レポートを書いてこいみたいな、ことがメインなんですけど、その時にある時ネタに困っててですね、もうちょっといいとこないねって言ってたら、編集長の方から俺が用意してあるからここ行ってこいっていう場所をちょっと紹介してもらったんですね。それが取り壊しの決まってるラブホテルだったんですよ。で、ここのラブホテルに一つ有名な部屋がある。で、それがアリスの部屋っていう部屋らしいんですね。で、どういう部屋かっていうと、床も天井も壁も全部鏡張り、入ってる人が万華鏡みたいにわーっと映る部屋だ。当時としてはかなりお金のかかった手の込んだ作りの部屋なんですけど、そこに行くと例えば、ずっといると知らない人が映るとか知らない声がする、そういうな鏡がいっぱいある、合わせ鏡がいっぱいあるような部屋なんで、不思議なことが起こるよ、そういう噂がよくホテルに置いてあるノートがありますよね、そういうのに書いてる人がいっぱいいるから、行ってみてこいと。で、僕も入ったばっかだったんで分かりましたって言ったんですけど、だから僕がですね、じゃあ、なんですかね、カメラマンさんが言ってくれたら僕が紹介すればいいんですかって言ったらバカと、お前写してどうするんだと、おっちゃん写してどうするんやって言われて、その編集長が用意してくれたのは、その雑誌社が出しているちょっと柔らかい男性向け雑誌で、今でいうセクシー女優さんをいっぱい扱ってたんで、そこのレーベルの社長さんに話をして、売り出し中の3人のセクシー女優さんが、派遣されてきてくれたんですよ。で、彼女たちに写真を撮ってもらったりしてレポートを書いてもらえるという形で、僕は先導役という形で行ったんですね。で、いざそのラブホテルに近づいて行ったら、あるその3人のうちの1人がですね、もう近づくだけで怖がるんですよ。ちょっと桜井さん、そこはやめた方がいいかもしれない。で、なんでですかって聞くと、いや私は昔からそういう感が強くて変なものを見たりするんですと。で、こういう仕事だからよくわかんない廃墟みたいなスタジオも行くんですけど、そういうところで変に食らったりすると1週間ぐらい体調が悪かったりするらしいんですよ。で、それは勘の強い人なんだなと思ったんですけど、こっちは取材費使って行ってるんで写真の1枚も撮らないで、じゃあ帰りましょうってわけにいかないじゃないですか。で、一生懸命なだめて、ホテルに到着したんですけど、この地下の駐車場に入って地下から1階の、フロアに受付に行って各部屋へという作りなんですけど、もうその駐車場降りた段階で僕の手を掴んで離さないんですね、その人と。絶対取材にならないからやめてと。で、他のところを紹介してくれたら演技でちゃんとそこが噂のとこだったっていう怖い演技をするから、お願いだからここだけやめてくれって言うんですけど、もう編集長が直々にトップダウンで友達だからって不動産さんから紹介してもらってるので、やめますって新人の一言で言えないじゃないですか。だから妥協案を出したんですね。僕が一番最初にその部屋まで行って扉を開けます。
で見てもらって、何もなかったら取材させてください、何かあったらそこで一回編集長に電話入れて対策を考えますからって言ったんですけど、その時彼女がですね、爪を立てるみたいに僕の手をこうやって持ってて一言だけ言ったんですよ。桜井さん多分見えると思うから私言ってること分かると思うけど、扉開けたところで取材が終わるよって言ったんですよ。でも僕はそこ初めて来てるところなんで、作りも大体紹介されて知ってるだけで見たことないところですよ。でもその子は進みながら次右とか左って言うんですよ。でそれが全部合ってるんですね。で4階建てのラブホテルで4階の一番端にその一番高いランクの部屋が並んでて、その一番どん詰まりがそのアリスの部屋っていう部屋なんですよ。で入り口のドアもちょっとアリス風にちょっとファンタジーな感じの装飾がしてあるような部屋で、ちょっと他と違うんですね。扉の色がまた赤なんですよ。で白い縁取りがこうちょっとしてある、アンティークの縁取りがしてある。でそこの前に立ちました。でもうその話を道中聞かされちゃってるので、残りの2人の女の子たちはドン引きなんですよ。カメラマンにがっつりと組みついて絶対が入らないって言ってるんですよ。ところが僕としてはこれで帰るったら絶対クビだよなと思ってるから、じゃあと思ってその一番怖がってた女の子と僕が手をつなぐ形で扉の前に立って、じゃあ僕開けますねって言って扉をパチャって開けたんですよね。そしたらまあ当然鏡張りの、全面鏡張りの部屋ですから、室内に映るのは扉の前に立ってる僕とその女の子じゃないといけないわけですよ。だけど僕が見た、その子も見たんですけど、僕とその子が見た絵っていうのは女の人が2人並んでて、僕が立ってるべきところにいる女の人が血まみれなんですよ。で開けた瞬間キャーっていう悲鳴を上げて、その人がグワーって口を開けたんです。したらその掴んでたセクシー女優さんが、これだから桜井さん言ったじゃないって言って、俺の手をバッと離して扉をバーンって閉めた。見たよね、言ったでしょ、私嘘ついてないよね、ものすごい剣幕で詰められたんですよ。すいませんでしたごめんっていう本当でした。では編集長にすいません本物ですっていう話をしたら、最初はえらい怒られたんですね。そんなバカなことあるかお前って。だけど現場にいる人間全員が代わる代わる電話に出て怯えてるんで、編集長としてはその本当かどうかどうでもいいけど、このまま時間使っちゃったら取材なんないんだから、で予備でお前が言ってたそのトンネルみたいなところを取材して帰ってこいっていう別の指示が出たんで、じゃあ帰りましょうということでみんなでロケバス乗って帰ったんですけど、これはあのライブですから、ここはもう不思議な亡くなり方とか数奇な運命を辿る方とか割とそういう感が強い傾向があるんじゃないかという話をしていて、というお話だったんですね。まあもうちょっと人気が出始めてた頃ですかね。一人だけその子が有名、あとの人は無名だよみたいな紹介をされて一緒に行ったんで、というお話なんですけど、間に合いましたでしょうかでその僕がいっぱい階段をやっていくうちに、そのまあ動画とかでもよく言うんですけど、その人が死んだから古い話でしょっていう興味で階段を集めてるわけではないんですね。なんか不思議な輪廻とか不思議な輪みたいなのもあってて、あこういう因果でこうなってんだみたいなのが面白いから階段を集めてるところがあったんですけど、割となんかその死に方が不幸とか謎めいてた人っていうのはそういう過去にそういう霊体験をしてる率が割と調べてみると高いんですよね。ただ表に名前の出てない事件が多いという形で、はい、間に合ってなかったですね。あと4分と5分残ってるんですねこれが素人のライブの悲しいところですね。条件が怖いですね。本当ですか、はい、じゃあ5分を埋めるためにですね、今言ってたのをもう一個裏付ける話で、やっぱその雑誌で取材をしてると編集長絡みでやっぱりセクシー女優さんと多く派遣されてくるんですよ、うん、で次も話さっきからセクシー女優食いつけるんですね看護師好きですね、はい、あとですね、ある方とやっぱりあの派遣されてきた方と取材に行ったんですけど、その方はとマネージャーさんで来られて、それはあのやっぱさっき言ったチコムって新宿にあるビルなんですけど、元無免許医がヤクザとかの治療をしてたビルなんですよ。でものすごい人死にが多いビルなんで、
エレベーターに乗るときにエレベーターの扉が閉まる瞬間に左の扉の方からこれぐらいの間のこっちから女の目が出てきてあんた閉めようって言ってました。扉が閉まるビルがあると。いや、わかんないです。僕は見たことないです。噂だけです。で、そこを取材しに行ったときに、やっぱりそのセクシー女優さんのマネージャーさんに、ぶたれるんですよ。戻ってきちゃった。セクシー女優ですか、それで。それでですね、言ってたのは、このビル絶対おかしいと。何この仕事と言うんですね。だけど、マネージャーさんは、割と、いわゆるコスト系のかっこいいお兄さんで、スーツをビシッと着てる人が、いや、そうやったって仕事なんだからって一生懸命言ってるわけですよ。で僕としてはその編集者としてついてきてるんですけど、出演者が喧嘩目の前で喧嘩してるから何も言えなくて後ろでじっとしてたんですけど、そのビルのやっぱり噂になってるエレベーターに乗ってとりあえず怪現象が起こるまで何回も上下してみようもうなんか頭のおかしい人みたいな行動ずっと1回押して4回押して1回やってましたよ。あ、じゃあ同類頭のおかしい頭のおかしいブラザーやってましたよ、はい、やるんですよね。そういうのでまあ30分ぐらいやってたらもうその女の人の方がいい加減じれちゃって、じゃあもういいよと、そんなに例が取らなきゃ帰れないって言ったら私呼んであげるよって言ったんですよ。ちょっと新展開ですよねこれ。普通はその人見えないと思ったら私はここもういるの分かってんだと、ただ絶対あなたたち見たらしばらく寝れなくなるからいいのねって言って、マネージャーさんもそのじれてるうちに売り言葉に買い言葉でいいよやってみろよ言ったんですよ。で6階から1階に降りるボタンを彼女が押そうとして、でマネージャーさん女の子僕って横並びに3人でこう乗ってたんですけど、じゃあ今から行くよってその子が6階着いたレベルの1階を押そうとしてボタンやったらマネージャーさんとその女の子の間から手が出てきて4階のボタンをガチャ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 でスッて手が引いてってほらいたってそれは3人とも見て今手出たよね。でその4階が手術室があって一番人死にが多かったフロアらしいんですよ。数奇な運命の人ってもしかしたら霊感強い率高いのかなってちょっと符合してしまったっていうお話ですね、はい、お粗末様でございましたということで無事にですね第1部が終わりましたので、10分ですね休憩をさせていただこうと思います。ありがとうございました。10分後に再開しますのでよろしくお願いします。ですね、私がもう一つ電車でやっています怪談姫というコンテンツのメンバーとですね、この間ちょっとズームインサタデーの方で取材していただきました渡辺小泉です。よろしくお願いします。渡辺小泉です。皆さん本日よろしくお願いします。ガチガチに緊張してるんで拍手してよろしくお願いします。はい、で同じくですね怪談姫のメンバーということでやっています相方の、関谷真由子さんです。始まったね失礼しました関谷真由子です。よろしくお願いします。そこらでマイクが来たら今でも引っ付けて何かあったとかですか。多分ついてます。ついてるよね
はい、これは周り回すんです、もう持ってください、はい、というこのメンバーでお送りしますのでよろしくお願いいたします。ですね、まずはですね、まず階段の階なんで階段以外のことをうだうだ喋ってもしょうがないので、亜美さんから何か一つ階段お願いできればと思います、はいはい、なるほど、はい、はい、よろしくお願いいたします。サクッとじゃあ一番手でちょっとライトの話をさせてもらおうと思うんですけども、はい、たまたま先月、お知り合いの方からお話を伺った話になるんですけど、はい、普段例えば階段なんかでいろいろ物件の話だとか、はい、らしいですね、うん、その普通に、ま、ホテル仕事があって戻って部屋で、ま、普通にのんびりしてたらテレビが切れるとか、うん、つけたはずの電気が消える、うん、逆に夜中消えてるはずの電気がつく、うん、最初はもうこれどうなってんのと思って、ま、フロントに電話してみたりとかしたんですけども、なんか特に不備がある感じではないになったんですね、うん、なった時にその子は別に霊感のある子とかそういうことではないんですけども、はい、もうどう考えても確かにちょっと気持ち悪い気もしてきたんで、まあ、確かにそんな現象が起きたら、うん、例えばその霊感がどうとかじゃなくて単純に気持ち悪く感じるのは当たり前だと思うんですけども、まあ、なんかその居心地が悪いといいますか、その部屋嫌だなと思ってたらしいです。ただまあその1ヶ月いるって決まってるんで、ここのホテルやめますって言うけども行かずその部屋に泊まってたらしいんですね。そうなってくると、まあ、夜中にまあ電気がつくとか消えるがしょっちゅう起こるから、うん、一緒に行ってる同僚の子とかにその話をするんです、うん、そしたら、いやそんなこと全然起きてないよって話になって、うん、このホテルが別に悪いってわけじゃないんじゃないかって、うん、言われたところからちょっと心霊的なニュアンスを意識はしてたらしいんです、うんうん、そうなった時にある時夜中店長バタ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 って走る音がする、うん、うわっ、もうこんな時間になんでよと、ということでですね、今日の参加者を、紹介させていただきたいと思います。まずはですね、うちでやってます新ファンキーアワードをですね、いつもレもう準レギュラーという形でお願いしているありがとうの亜美さんです、よろしくお願いします。 ありがとうございます。基本形でお話しさせていただくのは初めてですね。僕の知らない間に準レギュラーに昇格してそうですね、ファンキーだね、皆さんで、ね、ありがとうございます、いつの間に、はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。でやはり同じくですね、私がネット等でその会談を聞かせていただいて、ものすごく、この人の話は面白いな、また、特定の業界のお話なんて珍しいお話が聞けるなということで、いつかお仕事させてほしいと思ってました、リチャリヒリキさんです、よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。いつもはおとなしい感じなんですけど、今日はメインで揃えていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。楽しみにして、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ホテルの会社とか出てくると思うんですけども、じゃあ何か起きたらそこを出ちゃえばいいとか、うん、ホテルだったらじゃあもうキャンセルしちゃえばいいとかってなると思うんですけども、それがちょっとできなかったというという時の話なんですけども、その、まあ、彼女は看護師さんをなさってる子なんですけども、はい、その会社というか企業の検診っていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、っていうので、その看護師さんが何人かでその救急車に乗ってそこの企業まで行って、でその一日中お医者さんと一緒に検診、はいはいはい、企業の方々の一日中見るっていうのがあるんですけども、はいはい、それを年に何回か工業地帯あるじゃないですか、はい、工場がたくさんあるところってなると、まあ、その関東の某工場地帯なんですけども、うん、もう本当に東京から行って帰って行って帰ってを毎日してたら大変なんで、うん、もう泊まり込みで1ヶ月とかでもう地帯なんでまとめていろんな企業をやるらしいです、うん、そうなってくると大体まあ安さとか立地とかの関係で決まったホテルになっちゃうんですよ、ね、うん、もちろんそのホテル1個にしといた方が荷物も置きっぱなしできるしっていうことになって、で同僚のまあ何人かと泊まりまして、でまあ5階建てのホテルの5階の部屋だったんですよ、でその部屋に泊まって初日からもういきなりちょっとおかしいことがあった、うん、まあ、5階建ての5階なんで、うん、まあ、屋上誰か走り回ってるんだろうなと思ったんですけども、夜中の話なんで、うん、勘弁してほしいなと思いまして、ただ次の日ちょっとそれにびっくりしたのが、そこの建物って屋根が
屋上があるタイプじゃなかったんですよね。あ、その人が出るスペースがないタイプの、はいはいはい、屋根だったんで、でもどう考えても足音を聞いたなと思いまして、その話を同僚にしようと思ったんですよ、はい、っていうのもその足音が何日も続いたんですけども、足音っていうのは走り回ってる、自分の上を走り回ってるというよりはもう部屋の端から端をバタ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 って走っていく感じなんで、きっと両隣に寝てる同僚たちもその音聞いてるだろう、あ、そうです、はい、っていう話になって、でも結局両隣の同僚はもう一回もそんな音聞いたことないって言うんです、はい、で部屋で変なことも起きてないし、そんな音も聞いてないって話になって、なんで私の部屋だけこんなことなの、最悪だわって話になってたんですよ。でもなんだかんだで頑張って、まあ1ヶ月終わりまして、最終日に帰りの救急車の中で、もうあのホテルやだわみたいな話になって、もうなんかいろんなことが起こりすぎてたからもう気持ち悪いし、もう今考えたらもう内装とかも全部なんか嫌だった気がする、うん、もうだってすごい殺風景なのに、あの絵画が1枚飾ってあるから